30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいわ。豊田優による日本の漫画。ツイッターで話題となり連載開始した。略称は、チェリ魔法。全国書店員が選んだおすすめ、BL コミック20191位に輝いている。2021年4月時点で、累計発行部数は150万部を突破している。童貞のまま30歳を迎えた、足立清は、 触れた人の心が読めるという魔法を手に入れてしまった。出社するあだちは、ひょんなことから、営業部の同期のイケメン、黒沢祐一の心を読んでしまうが、聞こえてきたのは自分への恋心だった。声はドラマ CD 版、縁はテレビドラマ版2019年10月、フロンティアワークスより、ドラマ CD 化された。2021年9月29日には、第2巻、シナ版。 FFCL-0052 が2021年10月27日には第3巻シナ版 FFCL-0053 が発売される予定であり全国アニメート各店アニメート通販にて早期予約キャンペーンが開催されている主要キャストその他のキャスト2020年10月9日から12月25日までテレビ東京系 ドラ25枠にて放送。主演は連続ドラマ単独初主演となる赤素守るに、舞台は文具会社豊川に設定。放送批評懇談会2020年12月度ギャラクシー賞月間賞を受賞した。繊細な人間愛と優しさにあふれたストーリー、出演者たちの魅力により、SNS でも、 国内外で盛り上がりを見せ、ドラマ満足度も連続1位を独走した。制作側も想定外の大化けぶりだったようだが、見れば、納得の作品であるとの評を得る。第1話第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話第11話、マジックアワーウィズエイジアカソ&、ケータ・マチダ2021年2月27日開催。アカソ・マモルに、マチダケータが出演した。 30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい。ブルーレイボックス発売記念オンラインイベント2021年4月24日開催。赤素守るに町田啓太が出演した2021年4月5日付において、初動19,247枚を売り上げ3位に入った。ありがとうございます。